中南あんま見てないんですけど、うん、1フレ1弦合わせたら2弦の5フレを1弦に合わせてあげる。はいはい、2弦を1弦で、この時2弦がね、気持ちほんのわずかちょっと高めの方がいいです。アナログチューナーで言って、この針1本分っていうふうに、トム・アンダーソンのホームページに書いてありますけど、わずかですね。で3弦は今度も9フレットを一弦に合わせて、その後は3弦から6弦はこのハーモニクスで普通の合わせ方、普通の合わせ方ですね。これでダダレ用でやってるんで、ちょっとこの辺まで今大丈夫ですね。ちょっとこの辺まで行くと、ちょっと6弦が今怪しいかなっていう気もしますけど、この辺でコード弾くと、そんなことはないですね。今のチューニングの仕方はバズ・フェイトンだけなんですかね。他のバズ・フェイトンだけですね。だけ普通のギターでもそれでも大丈夫です。でもそれでも大丈夫、大丈夫ですよ。で大抵やっぱりそうやって合わせていて、ちょっと2弦だけなんか気持ち悪いなって感じる人は、ちょっと2弦だけちょっと下げたり上げたりっていうことはされると思うんで、それ結構人の見て違うらしくてですね、自分で、気持ちいいように合わせてもらえばそれで、いいと思いますけど、ただここでこの E のコードで気持ちよく聞こえるようにした時に、この A のコードだとちょっと2弦が上ずって聞こえるんですよ。これもうこれピアノもそうなんですよ。単サウンドとその長サウンドっていうのってもうどうしても同じには調律できないので、でピアノもその平均的にずらしてやってるそうなんですけど、でバズフェイトもそうですよ。その平均どっちもまあ両方そこそこに聞こえるようにやってあるっていう。感じですかね。大丈夫だと思いますが。素晴らしい。迫力があります、ね。はい。フレットもそうですね。大丈夫ですし。大丈夫ですか。たまにやっぱりちょっとフレットが浮いてきたりしてガタつきが出る時があるんですけど、ちょうど買って1年ですね。はい、ちょうど今のところそうですね。そうです。特に出やすいのはちょっとこの辺が、3フレットっていうのはちょっと飛び出てきたりとかいうのたまにあるんですけど、これは大丈夫ですね。わずかにちょっとこの辺がわずかにあるかもしれないですけど、見れなければ、ありがとうございます。
ックアップの高さってどのぐらいにしてるんですか。こっちはよく言われるのは 2.5 ミリくらいって言われるんですけど、僕はあのフロントで3ミリくらいで、リアで 2.5 ミリくらいです、はい。リアの方がどうしてもパワー、あのリアがパワーあるように普通感じるのは、リアのピックアップ、リア用のピックアップっていうのが大抵巻きを多くしてるんですよ、ね、なんでパワーあるように聞こえるんですけど、普通に同じピックアップをつけちゃうとですね、リアの方が音小さいですよ。弦の振幅がここは大きく振幅しますけど、ここってちょっとなっちゃうんで、でマグネットの上弦がどんだけ動いたかでやっぱ出力が出てる、あのそうですね、でリアはその分ちょっと持ち上げてた方が、特にまあソロやったりするときもね、こちらの方がですね、あとこの辺あの、ハイポジションを押さえていったときに、こうどうしてもピックアップに近くなるんで、そうすると、ピックアップの磁力で弦が引っ張られて、あの特に5面、6面あたりが、あのこれが、うちのだからそんな、これは取らないんですけど、ちょっと試しに、すごく近づけてやってみると。当たる？これ決して当たってるわけじゃないんですけど、あの音がこう揺れて不安定、変な音になってきますね、極端に。これは磁力で引っ張られてなるんですが、よく出力を上げたいって言ってパワー上げたいからもうギリギリまで近くにするしてるんですけど、思ってました。これも何も和音にならなかったり、なんでなんでここはあの低めにしといてあげてた方があのクリーンな、クリーンなとか弦のあれですね、綺麗な音程が出ますよ、ね。こっちがフロントが 2ミリ、僕3ミリにしてます。あ、フロントが3ミリ、はい。まあ、コンマ5ミリくらいはあの好みで変えていただいてもいいですけど、こうやると全然ね、違いますから。結構これで、ね、違いますね、うん。これアンプで音を出すともっと分かりますけど、あのポーンってやった時にワン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 ってなりますから。です。ピックアップもわざわざ少しマグネットの磁力の弱いものを使ってるんですけど、それでパワーが落ちるわけじゃないんですよね。あの、まあ、その分巻きをちょっと調整したりいろいろしてますんで、そうですね、この辺でやっぱ使えないギターは結構ありますから、それだとこの12フレあたりでもあのコードワークしてももうすごいスッキリ聞こえる。これは何を今あの緩んでないかって見てるけど、大丈夫ですよ。している、これサドルをじゃねえや、スタッドをロックしている、ピンが中に入ってるんですね。中に、でよく高さ調整をですね、 2.5 ここのここで高さ調整を、はい、されるんですけど、緩めていく分にはいいんですけど、これ締めようとするとですね、中でロックされてるもんですから、
が壊れます、ね、よく最近あるんですよ、結構。なんで動かす前にここの中の一段奥にですね、もう一個細い、ビスがあるんですが、それをロックし、外してあげて、今ここで外してました、かきってそうですね、ここでギュッてやって、これでもうロックされますけど、そのレンチがいるんですね、レンチを別にいますね、そうですね、で付属でついてます、え、ついてました、全部ついてますから、ね、あ、そうなんです、外しておいて、で、これを動かしてもらう分には形調整が大丈夫なんですけど、そういうようなこと書いてあるんですか、書いてあります、あ、書いてある、 VS100 のそうですね、ね、なかなかそうですね、皆さん大体読んで店頭でね、結構あるんですよ、そうなんですか、で、いや、なんかこれがアンカー壊れてますけどって言われて、あ、そうですかって言うんですけど、そうですね、そういうところなので、今回ちょっと後藤さんにお願いして、そこのもうちょっとそこをしっかり書いた、取説っていうのを作ったんで、今月、先週から出荷してるもんには、結構大きく大きい字で書いた、そういうのがついてますけど、いろいろ待ってきてるんだね、水田さんも知らんかったの、知らんかったです知らんかったですね、はい、